写真の時もあんなボケててブレててとかいろいろこう言われた、人気はあったんですけど結構いろいろ言われたから、君は僕が好きだよ。映画になった途端にもう風圧というか、もうなんていうんだろう、もう圧がすごくて、もうこんなに言われなきゃいけないのって思ったりとか、そんなにみんな批評するのって思ったね。確かに蜷川実花です。写真と映画を撮っています。まあ、若か33歳の時だったんで撮ったのが、最初はこの彼がですね、いきなりうちに来て、写真しか撮ってなかった時に映画を撮りませんかって。ダイナー結構グロテスクだし、元殺し屋のシェフがこう作った殺し屋専門のダイナーの話で、もういろんな個性豊かなキャラクターがそこにこう集っていて、原作からするとさ、結構残酷なシーンって重要じゃない？年齢制限がね、日本でかからないレーティングのものにしてくださいっていうのが最初からオファーがあったので、例えばなんかやっぱ血がすごく吹き出るシーンが、血じゃなくて羽だった花びらだったりとか、そういうことにどんどん転換していったり、すごく人を切り刻むみたいなシーンをこう絵本みたいにさ影で表現したりとか、すごい残酷そうなシーンなのにこんなに美しいですねっていうのが私らしいスタイルだと思うんです。俺は常の王だ。砂糖の一粒までが俺に従う。従うか。達也が演じたボンベロっていう役はものすごい上手な人じゃないとできない、基本受けるお芝居が多い。あんまりこう自分で何かを決めない女の子がどうしてもここに外に行ってみたい。最後の方に通常のこう男女というよりはもうちょっとこう共に戦った中にできてきたみたいな感じは意識しながらやってましたけど、お前の全ては俺が決める。やっぱり写真って可愛いなって思ったら可愛く写るし、こう自分の気持ちと作品までの距離がすごく短いんですよね。その間にカメラしかないから。でも今度映画となると実際は 何もしないというか、もちろん大勢の人に動いてもらうためのリーダーシップの取り方だったりとかやっぱり大変だったし、必要以上にこう空回りしたりとかもするし、まあ、緊張もしますしね。その当時見ましたね。でもやっぱりエゴサーチするっていうけどまあ見るし、まあでもやっぱみんな気になるんじゃないですかね。ダイナー全然悪い評判一個も出てこないんですよね。今のところすっごいいいですね。ずっと女性が主演の映画を撮ってたので、さくらん吉原っていう、娼婦が集まる町があって、教養もあって誇りを持って働いてた人たちの話なんですね。そこでこう女の子たちがたくましく生きていく話なんです。ヘルタースケルターは、漫画がやっぱり原作で、すごくブサイクで太ってた女の子が全身整形をしてすごく美しさを手に入れてモデルとしてデビューするんですけど、どうしても埋められない心の穴がありながらこうどんどん転がり落ちていく話ですね。やっぱり伝説の原作なんですよね。日本において書かれたのは何年前ですかね。20年前。すごくその当時沢尻エリカが主演でやっていたんですけど、日本でこう事件みたいにこうそれがものすごくヒットしたんです。天才作家太宰治と彼を愛した3人の女。次9月に公開する人間失格っていう、それこそ小栗旬君がやってるのも日本で公開するんですけど、太宰の本当にそのまんまのストーリーなんですよね。あんまりそういうキラキラした恋愛ものみたいなのは本でも映画でもあんまり読まないので、私はいつでも女の子の背中を押せたらいいなと思っていて、頑張ろうって思えるようなものを映画においては作るって決めている。やっぱり生きづらい世の中ですし、大変なこといっぱいある。すごいあの中に出てくるセリフみたいなのは父が私に言ったことみたいなのはたくさんあって、それはやっぱりたくさんありますね。男捨てろとかいろんなのあるけど、自立した女性であれってことだと思うんですよね。小さい時からずっと舞台を見ていたので、そこから影響をたくさん受けてることがあると思います。子育てはずっとしてるから、現場に迷惑ならない限り連れてきたい。今3つが重なってるんですよ。本当にこう日によってやってることが違う。どうしてもやりたいことの夢の一つで中国でロケしたいっていうのもあるし、
中国で公開できるような映画がいつか撮れたらいいなっていうのは、でまだそんなにこうこういうのやりますっていうのは言えない状況ではあるけど、とりあえずいっぱいミーティングしてみるね、いろんなとこ出した